久しぶりの、田村さんのところに向かってます。なんかね、ほら、美瑛の二俣川のところに住んでいたじゃないですか。で、前回か、前回のね、芦別の方のカナディアンワールドに場所借りて、展示ルームみたいなね、そういうところを用意したんですけど、話が連絡がなかなかつかなかったんですよ。電話もつながらなくて、で何回かかけてるうちにつながりましてね。そしたら前に展示していた芦別の方にも引っ越しもしてしまったというのが、あららと思って、でその場所は電波が全然届かない場所らしいんですよ。でまた会いに行きたいんだけどっていうことで日にちを決めまして、今日朝から向かっているところなんです。カナディアンワールド公園だったんだけど、何年か前にまたカナディアンワールドに戻ったということで、視聴者さんから声がありまして、そうなんだねということで、それで、今日は彼に会いに行きたいと思います。まあ、どんなことになってんのか、まあ、先日イタリアにも行ったらしくて、そのあたりのお話も聞ければなと思ってますけどね。ちょっと楽しみですけど、いるかな。 いるよね、約束してるから。ただゲートを開けてもらわなきゃなんないので、連絡がつかないっていうことになったらどうなるんだろう。太鼓で知らせる、トントコトントコ。まあとりあえずもう少しですと思うんで、この先が、その場所になりますね。建物が若干見えてきたらしょうかな。ゲートのところに行かなきゃな。で、タータが湿っている状態、雪で湿っている状態、雪解けですね。はい、そんな感じなんですよね。看板がちょっと見えてきてまして、なんかね、木曜日に雪降るという予報が出てるので、まだ降るんだって積もるらしいですよね。300m、あ、見えてきた。手に出てればいいんですけどね。暇があるのかな。すごいとこだよね。これも今一生懸命直してるんで、使えるように、よりよく使えるように直してるところなので、うっしょ、曲がります、よいしょ、はいよ、はい、着きましたね。とりあえず忘れてたらいないね。それと給油、ちょっと中入ってゲート開けてもらおう。よいしょ。あら、ランクルないな。お出かけしてる？午前中行くってたんだけど。あら？あららら？いないですか？いないですか？すごい。忘れてるかも。ちょっと車に戻って連絡してみますね。今ね、電話で連絡つきました。園内を車で回っているそうです。今降りてきてくれるんで。よかったー。あらー、車変わってるぞ。ランクルどこ行った？ちょっと待って。買ったか？おー、来たよ。相変わらず外国人だ。すごいすごい。おーな。車どうしたの？ランクルじゃないじゃん。ランクルね。うん。廃車にしちゃった。自分って。事故ったの？居眠り運転。うわぁ、きつ。で、今日はお土産あります。どうぞ。ありがとうございます。
布すげえ。なんだこれ。長いの、長いの危ないから、それ外で。あ、本当？うん。あれこれ。生活圏になってる、生活。生活してんだよ。あれワンちゃんとかどうしたの？犬ね、ちょっと人に預けてんだよね。あ、そうなの。あ、ベッドあるわ。うわー、すごい。生活圏になってる。イタリア行った時にさ、その話も聞きたかったんだよ。えらい目にあって、じゃあ疫病になって帰れなくなっちゃって、そうさ、私と同じになっちゃってわ、そうだったの。あ、ほら、うん、俺は何の症状もないんだよ。そうそうそう、聞いてる。えって、なんで俺がびっくりした。何って感じで、本当に。で、あの写真に出てる息子さんって、うん、あのちっちゃかった、あの息子さん。そう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 、全然やっぱり変わってるね。あのちっちゃい時のイメージしかなくて。ああ、うん。片付けた今、洗濯物。洗濯物見てない、ね。洗濯物、いや、生活感がすごく。犬預けて、猫もしたら。猫はね、うん、猫はね。帰ってこなくなったのいいでしょ、親かなんか。そう。結局帰ってこなかったの。帰ってこない。あら、あ、だからきっとやっぱり、うん、アライグマかキツネかに、うん、やられたんだと思うんだよね。いや怖い。だから、うん、もう一匹いたんだけど、うん、娘がね、うん、それはね、もらわれていっちゃったんだわ。あ、本当？犬も預けたらそれっきり帰ってこなくなっちゃう。あ、そう。寒いから戻すのかわいそうじゃないとかって言われて、それもそうだなと思って。犬寒くても大丈夫でしょ、犬は。でもさ、俺の環境がさ、うん、もうあれしかないから、ストローブしか。あ、そういう、こっちの話、向こうでなくて寒いっていうのは。そう、こっちも寒いってこと。うん、そうで、電気もないし、うん、水道もないから、ここ。そうだ、汲んでこなきゃな。そう、で、水汲みに行って生活してる、うんうん。で、夜中はさ、もうヘッドライトで生活してるから。すごい。あ、電気来てないのこれ。うん、来てないの。あ、それでいないから電気消してるってわけじゃなくて、あの、あれだ、そしたら快感っていうか、あんなった期間はつくんだ。そう。あ、そういうことだ。22日って書いてあったもんね。うん、もうそろそろ電気来ると思うんだけど。あれ、せっかく建てた小屋はどうなの、そのまま。そのまま返す感じ。そう。めっちゃトラクターも、あのトラクターじゃん。でしょ。ちょっとね、ハイド板が短かったんだよね。もうちょっと深かった。すげえ。これね、資料、自分の撮った写真とかでは、動画とかでは、うん、足りなくて資料集めてね、うん、調べたの。したらとてもレアなトラクターだっていうことが分かって。ああ、そうなんだ。デビッド・ブラウンっていうんだって。うんうん。それが再現されてる。めっちゃ俺の小屋だこれ。窓の付き方といい、そう、木材の雰囲気とか。えー、すげー。あそこを去っても残るやん、これが。頭の上にサングラスさしてるんですよ。本当だ。いらん。これ虫眼鏡持ってこんなのだ。本当に光ってるわ。ここにいたぞっていう記念になるね。なる。うん、まあ喜んでもらえればと思って。ありがとうございます。はい、素晴らしいな。ねえ、喜んでくれると嬉しいんですよ、私も。いや、これはすごいわ。ここで頑張ったんだぞっていう、なんか礎みたいな、ね、こう。トラクターの後ろにもさ、ほら、薪割るやつがちゃんとついてんねや。嘘。ほら。あ、ほんとだ。マジか。あ、これついてるなと思って、ホイールのところのナットの数も調べて。いたんだよ。マジで。うん、つけたの。いやいやいや。うん、なんか、ホルの感じも、雰囲気も感じて。そうっすわ、これ。ホロさ、白いやつかぶってたんだけど、かぶってたんだけど最初、うん、ちゃんとしたやつが、はい、もうボロボロになって破けちゃってさ、うん、でこれブルーシートのオレンジ色のやつあるでしょ、うん、それを俺かぶせて、うん、縛ったんで、そのオレンジ色のそのまま乗っかってる。おかしいでしょ。, 笑っちゃうでしょ。
パンが届いたのかなと思ったら中身違う。いやいやいや、すごい、これは嬉しいや。ああ、嬉しいって言ってくれたら本当嬉しいですよ。本当嬉しい、これ。もう戻らないからね、ここには。戻らない。息子さん、いくつになった？ 38 区かな。そんなになった？あんなちっちゃい、あの子だよね。いやー。顔がそういえばなんか面影あると思って大人になってもいやあの子だよなと思ってあ、うん、仲良くしてるじゃんと思ってイタリアは何のためにっていうかただの旅行旅行、うん、息子がね、うん、絵始めたんだよねやっぱり血は争えないねそれでさ、うん、いやちょっとイタリアの、うん、誰だったっけラファエルじゃないし、あ出てこない絵を見たいって言って壁画、うんうん、教会の中のでかいやつ、うん、それ見たいんだよねって言うからおお行こう行こうっつって一緒に行ってきたそんな簡単に行っちゃう、うん、でいや俺もさ、うん、オーストリア行きたかったんだよねずっと、うん、近いでしょすぐ隣だから、うんうん、あしたらイタリアまで一緒に行って、うん、でそこで別れて俺オーストリア行って息子はイタリアでその絵、うん、よくなんか心配じゃないの別れて息子さんも一人になってでうちの息子はオーストラリアに1年語学留学してたしそうなんだ高校生の時にカナダも行ってるからあ全然したら大丈夫だね初めて行ったんかなと思って、うん、あ違う違うそれはビビりまくるよね初めてだで自分で、うんアメリカ、ニューヨークにも旅行行ったりしてたから英語がある程度できるから、ねうん、いいんだけど俺なんか全然できないから、うん、まあどうにかなるべと思ってどうにかなるよ、ね、ジェスチャーがあるから、うん、で今携帯がね、うん、こうそうだ通訳してくれるから本当助かった、うん、あれなかったらもう全然ダメだった、うん、そうかでなんか面白いもの見てきたあオーストリアはね、うん、俺シーレの絵が好きで、うん、シーレの美術館あるんだよね、うんうんうん、それを見に行きたかったの、そうか、うん、それを見てで帰ってきてさこの昨日おとつい、うん東京行ってたんだけど東京の写真も上がってたね、うん、Facebook に俺も仕入れ店やってたのちょうど東京でなんか酒かなんか飲んでなかった、あビール飲んでた楽しそうだなと思って昼間から昼間からだなあれ別に車運転するわけじゃないからうん、うん、息子さんとそうで一緒に絵見てそう連絡取った時東京行くって言ったからあこれかと思って写真見てたでもここはさ悲しいのがあれだよねネットが通じないっていう。そう、ネットも通じない。なんでっていう感じだけどね。ラジオはまああんまりならない。だってほらいっぱい入ってるじゃん。うん、いろんなテナントさん、うん。ネットないと困るお店もあるんじゃない。あれ決済とか。昔はペイペイとかね。うん、決済するのあれなんかネット繋がってないとダメじゃない。うん、だから現金しかダメになっちゃうんじゃないかな。ここはもう全然。言えば来るんだけどね、アンテナすぐ縦に。うん。うん。繋がらないんですけどったら来るよいや繋がらない方がいいんだそう、うん、いや結構ね何もないのはね、うん、いいもんだそう最初ね、うん、いやどうしようかと思ったんだけどなかったらなかったでねいろいろ最初面白かったテントの思い出した初年度の大丈夫これと思って長靴の中にかあれは、なんだっけ、デンデムシが入ってたっていう、そのでっかいやつ。カメムシか。いや、カメムシがデンデムシです。入ったって言ってたから。そうそう、ブニューってね。うん。そっからこれだもんね。うん。もう何年になるのこの生活になって。あれから。何年目になる2020年からやってるから、うん。いや、19年か。うん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 。4年目に入るのかな。うん。うん丸3年やってるすごい、うん、よくぞっていう感じでよくぞなんか人間っぽい建物に入ったぞっていういや本当ねこんな広いところね、うんうん、夢みたいなそしてね強引に荷物突入してそう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 乗っ取ったぞみたいな
これでね、水と発電できれば自給自足できるから、すげえ、また自給自足になってんだやっぱり。うん。はもう最終目標は自給自足を。うん、ほらなんか美瑛の上の方にさ、もっと農薬も何もこないとこに引っ越したいとか言ってたから、そう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 、それとはまた別にこっち来ちゃったもんね、足別に。でもここ農薬ないからね。いいね。うん、目標は達成だね。そう。うん。だってね、住むところはあるし、うん、だからあと井戸今も掘ってるんだけど。何か所かね、2か所沢あるもんね、 見たらね、そこあるの、ここの裏にすぐ沢あるから、うん、そこも掘ってるし、うん、その上の方も水源ちょっとこれ出るんじゃないかなってところ見つけたから2か所今掘ってて、あとね、川があともう一つあれだね、温泉出てくれればもう最高だね。そうもうそこで使っていや上の方のね、うん、見つけたところは、うん、雪はなかった、うん、そこのところだけスポーンって、うん、だからあったかいんだな。ああ、そういうので見つけられるかもしれないね。うん、だから水、冷たい水なのかわかんないけど、なんかあるなと思って。うんうんうん、温度が違うんだと。うん。真冬ね、かじき履いてさ、ぐるーっと回っていろいろ歩いてみたんだよね。いいね。水源探すね。でもさ、冬電気ないとこだったらさ、このストーブの明かりかっこよくない？そう、ほやほやほやって、てさ、うん、この光でもう癒されそうだね、うん、この音もすごいわ、かっこよくて パチパチって。ところがさ、キノコがさ、ここまで飛んでくるんだよね。燃えるわ、燃えてるこれ溶けてる、溶けてるこれ、あーすごいだからでもなんか変わった形のストーブじゃないこれ。そこらにアメリカのね、うん、ここの会長がアメリカから持ってきたストーブで、それをね、うん、借りてる。そうなんだ、うん、あの鉄瓶だあの鉄瓶がある。そう、2つある。懐かしい。うわ、2つになってる。あ、右のやつが前の届いたやつかな。そうね、懐かしい。なんか錆びちゃってさ、うん、なんか赤いお湯出てくるからちょっと今使ってないんだよね。何回も使わないと戻らないよね、赤いのなくなって。使ってるうちに なくなるでしょ、それ多分。ダメ？煎茶を入れて入れるんだって、うん、あ、そうなの。やってみたんだよね、うん、でだいぶ減ったんだけど、やっぱりそれでもちょっと出てくるから、味とかはあんまりお茶入れて変わんないんだけど、うん、それちょっと赤いとね出る、うん、切るの、下に通う時間になってるから、うん、この下って全然熱くないんだ。あ、そう、うん、涼しい。重さが全体的にすごいね。自分で運んで一つ一つこう置いてってモルタルはめて、モルタルだよこれ、ね、全部自分で作るっていうのもまた、この後ろがなんかね、神かかってるよねピザとか焼けるかなと思ってちょっとやってみたんだけど、あ、焼けるんじゃない？ダメ？無理無理、うん、まあ、横すごい熱いんだけど、うん、なんかやっぱこう加工がないって、なんかやり方あればいける気がする、うん、いやなんか楽しいなそれ上はあんまり熱くないんだよね、横がすごい放射熱だ、うん、すごいな、すごいな。今ちょっとここ工夫して、うん、石持ってきてちょっとなんか、うん、いいね、うん、俺もご飯炊いてる調理は全部これでやってるから、うん、原点みたいななんか、うん、生活の原点じゃん。お鉄瓶のお茶、これ美瑛の湧き水なんだよね、うん、とりあえずお湯入れて温めるって感じ、うん、あんま熱いお湯入れると煎茶ってさ、うん、渋みが出るから、あ、少し冷ましてそれから入れない。みんな知らないんだよね、意外と知らない。病院とか行ったらそう、お茶入りますか、ね、って回ってくるの。俺入院してる時回ってきたもんでもあれ体にいいんだよね、うん、すごいいいんだよ、うん、バッチャは。いや、ついに電気屋さん来たな。今日から着くらしいですよ、電気。よかったね、点検に来てる。これで今電気つくんだよ、だーって。あー、2階を作ったっていう。あ、ほんとだ、床板になってるね。うん、今ね、
これお風呂？うん。おお、すごいねこれ。新しい新品だ。さすがに。これダメなんだ。ダメ？うん。全然はしごだからさ。普通の階段の方がいい。そう、階段作り直そうと思って。うん。これだけで16万だしさ。え？キットが売ってんだってパナソニックかなあかんこれ。それ面倒な人はこれ使うっていう大工さんも、うん、感じかな。自分で作るより俺横にさ、ピタッてなってさ、うん、ガシャンってやつ自分で作ろうと思って。うん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 。これもドキンじゃないんだ。手に物持ったら上がっていけないんだもん。ロフトだな。おお、なるほど。このピラミッドみたいになってたんだ。うん。で、あんまりでも息苦しいからそこをぶち抜いてさ、うん、今改装してんの。屋根裏部屋広いな、想像以上に。うん。で、ここで寝泊まり今度して、下は、うんうん、あのやっぱりお客さん入れる形にしようかなと思って。うん、そうだよね、下にベッドとかあったら変だもんね。うん。もうすぐ終わるんだこれ。もうすぐ終わったら全部片付けて。行動派だな本当に。いや、どっから手つけていいか分かんないからさ、どうしようとだからさ。うん、やるまでにやたら時間かかった。ね、ここに住んでるっていうのはびっくりしてるもんね。窓つけようと思って今。うわ。あそこに。さあ、あっちのあったかいのこっちに来るでしょ。抜くっていうことか。うん、壁、うん。やるね。だってね、これね、うん、このまま窓なかったら夏でもさ、うん、温まっちゃって。ああ。いられないの、風が抜けない。暑すぎて。窓はあるんだけどさ、うん、ここは一箇所開けてもダメなのね。抜けないもんね。抜けない。二箇所開けないと。うん。だから、あそこら辺にバーンと穴開けて、うん、窓入れて、やろうかなと思って。お手製の。鉄板の、あれだけ、台所。切って入れて、お手製の。あ、そう、あ、ステンドとか穴開けて、うん。作ったのあれ。そうそうそう。へぇー。あ、そっか、水出ないから、あれタンクなんだ。そう。一応、これ水、水道管も自分で全部やったの。どっから来ることなんだ、これ、水道管。いや、これは。あれから？うん。あの、水道は、うん、またもう少ししたら、水、来るの？来るんだけど。へぇー。これしたら、ジャブジャブ、組んできたやつを入れなきゃなんないってこと。風呂は。風呂はね、うん、風呂はシャワーやるだけ。うん、あ、そう、そう、シャワーの場所だ。うん。シャワールームだ。沸かせないの、これで。給湯器あるんだけどね。うん。それやんないよ。水道来たらできんじゃん。水道とね、電気来たら、うん、給湯器でできる。でも、ついてたっていうことは、もともと水道来てたっていうことだ。ついてないよ。そうなの？後からつけたの、これ。そう。ここだけやってもらって。ああ、そうなんだ。ここだけ水道引っ張ってもらって、あとは全部自分でやる。いや、今日電気つきますよ。ねえ、楽しみだね。今日から電気嬉しいわ。はい、できましたね。元気でございました。まあイタリアだよね。疫病になって、ちょっと帰れなくなった田村さんだったんですけど、無事に帰ってこられたようで、うん、よかったです。いやー、なんかね、またあの場所で自給自足っていうのもすごいなぁと思って。水道が来てない電気今日からすごい楽しみしてましたね、電気の。ということでね、次回からもうちょっとこまめに行こうと思っていますので、あのなんだミニジオラマを届けるまではいかないぞっていうふうに思って時間かかってしまったんでね、間空いてしまったんですけども、冬を飛び越して春に訪問でございました。ということで、次回もまたお楽しみにね。